2019年クラシック競争の先駆け、平成最後桜花賞のファンファーレです。競馬場の桜、その前に満開の花をつけるのは果たしてどの馬でしょうか。安藤さん、やはりポイントはこのダノンファンタジー外枠が一つのポイントと、まあ、最初の時に聞きましたが、はい、ここまでのテンションどうですかね。本当に落ち着いてますから、すんなり好意でリズムに乗って走ればやっぱり強いのかなという気がしますけどね。はい、そして高橋さんの本命がこの2頭に割って入りたい3番人気クロノジェネシス。そうですね、まあ、阪神ジュベナイルフィリーズは、まあ、出遅れから負けましたけどもね。ただまあその前走のクイーンカップは、まあ、そのスタートの課題をクリアして、まあ、自分からこう動いていく形で、ね、しっかりこう結果を残しましたので、この馬も、グランアレグリアダノンファンタジーと負けず劣らずの才能を持っていると思いますので、ね、はい、期待したいと思います。クロノジェネシスもその阪神ジュベナイルフィリーズで敗れて以来そこから負けていません。わずかに1敗です。各馬のゲート入り順調です。桜の女王を狙うビーチサンバ、そしてシゲルピンクダイヤです。世代にきらめく才能多くも桜の女王をいただけるのはわずかに1頭です。チューリップ賞2着のシゲルピンクダイヤがちょっと枠入り嫌がっています。今クリストフルメールジョッキーとグランアレグリアも収まっています。最後にプールビル収まって18頭のゲートインが完了します。平成最後の桜舞台で咲き誇るのは果たしてどの馬か。第79回桜花賞いざスタート。ちょっとばらついたシゲルピンクダイヤ、そしてレッドアステル後方からになりました。ダノンファンタジー好スタート、グランアレグリアもまずまずのスタートを見せました。さあ満開の桜を左手に見て先行争いは緑の帽子の名将慶明行きました。これをかわしてプールビル大外枠から行った。名将慶明2番手、ジュランビル3番手、内から鳳凰カトリーヌ、その外2番人気グランアレグリアは4番手クリストフルメール、そしてグランアレグリアのそのすぐ後ろ川田優が懸命になだめています。ダノンファンタジー5番手、そしてアクアミラビリス早めに行った、内から4番クロノジェネシスも早めに行っています。ノーワンです。外からスルスルビーチサンバ上がっていった。さらにはノーブルスコア、赤い帽子のルガールカルム、青い帽子がアウィルアウェイです。2馬身切れて2番のエールボア、その外からシゲルピンクダイヤとピンクの帽子もう1頭レッドアステル、シェーングランツ制圧心かけます。最高峰から10番のフィリアプーラで前半の半マイルは46秒から47秒、まずまずのペースで流れています。さあ花風に乗って3コーナーから4コーナー、ここで2番人気のグランアレグリア早くも先頭に立ったクリストフルメール、スピードの違いを見せつけるのか。ダノンファンタジーは4番手、ビーチサンバその後ろ5番手で4コーナーから直線だ。グランアレグリア先頭、グランアレグリア先頭押し切るか。2番手プールビル、外からダノンファンタジー上がってきた、ダノンファンタジー上がってきた、さらにはビーチサンバ、内からジュランビル、しかし先頭はグランアレグリア止まらないか。スピードの違い見せつけるかグランアレグリア、しかし外から来たぞ。破りのスピードを見せつけました。規格外のポテンシャル、今年初戦勝ちタイムは1分32秒7桜花賞レコードです。平成最後の桜花賞馬はとてつもない規格外のスピードを見せつけました。勝ちましたルミエル騎手です。あ、来ましたね。お葬席ありがとうございます。よかったです。素晴らしい、すごく嬉しいです。圧勝でした。はい、圧勝でした。まあすごくいい馬ですけど、アサイフィティリティからよく勉強しました。まあ早い、前回は早足をできなかった。だからまあ今回は、4コーナーから、動いていました。ゴールまですごくいいペースを維持することができました。まあ素晴らしかったね今日。4コーナーで早くも先頭に立ったのは作戦、タクティクスですか。はい、まあ、いいポジションを取りたかった。で最初4番手で馬が、ゆっくりでリラックスしました。してた、
そして、まあ、このでペースが遅くなりましたので、あの外に、競りかけてきました。それからあの早足で加速しました。4ヶ月ぶり、久しぶりの競馬だったんですけれども、関係なかったですね。そう、それはちょっと心配しましたけど、あの藤沢先生はあのすごい上手です。だから、まあ、また自信で乗りましたね。オークスに向けて一言お願いします。まあ、スピードがありそうね。まあ、2400メートルまで行けるかどうかわからないけど、難しそうです。はい。おめでとうございました。ありがとうございます。ルカ、お誕生日おめでとうございます。